こんにちは、伊賀由志木の一名の杉田亜美です。皆さんお元気ですか？私が小学校の時に、していたことは、小学校の時は男の子と一緒にサッカーをしていて、いつも、まあ、自分ちっちゃいので身長がなので大きい男の子たちに負けないように気持ちで負けん気を出していました。サッカーを始めた時は野球かサッカーで迷ってたので最初につけた背番号がイチロー選手の51番でした。サッカーはやってる子たちたくさんいると思うんですけど、とにかく楽しくやることが一番かなと思います。自分もサッカーをやってた時は、まあ、とにかく毎日ボールを触ることが楽しくて、まあ、続けてこれたのかなと思うので、今この大変な時期ですが、まあ、お家でできることって言ったら、まあ、ボールを触ったりとかリフティングしたりとかそういうことになっちゃうと思うんですけど、少しでも今、お家の中でやると言ったらリフティング練習するなり、まあ、いつも以上にボールを触る時間は多いのかなと思うので、今のこの時間を大切にして、充実してできるように家でいろんなことを考えながらやってほしいなと思います。しっかり手洗いうがいと、健康に注意して、感染しないようにしてください。